今週日曜日はいよいよ日本ダービー。競馬関係者そしてファンの熱も入る。勝ちたいなっていう。ジャパニーズペーパービーストイハー頑張るぞ。夢の舞台思い込めて帰ります。ちょっと感動してうるっとしちゃいます。ダービー行こう。そんな日本ダービーをさらに盛り上げるための競馬初心者からクロートまで楽しめる企画、その名も馬でしょクイズ日本ダービーダービーダービー。いよいよ日曜日に迫った日本ダービー、注目は皐月賞の上位3頭、無敗の4連勝サートゥルナーリアにあと少しまで迫ったベロックス、ダノンキングリー、さらに別路線から青葉賞を逃げ切ったリオンリオンなどご覧の18頭が出走します。そしてこちらは最終日を迎えたクイズ日本ダービー。現在のポイントは志らく師匠と竹山さんの2人が30ポイントで逃げ切りを狙うも、ヒデさんみちょぱの2人が20ポイント差で追い込んできています。ゴールまであと少し。最下位の方もご安心ください。なんと最後の問題正解しますと1億ポイント。それ昭和のクイズじゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。もうちょっと強めのツッコミください。小学生でも言わない。ありがとうございます。1億ポイント嬉しいです。さあそれでは最後のクイズに参りましょう、はい、2019年令和最初の日本ダービーの馬連を当てなさい。馬連とは1着と2着になる馬の馬番号の組み合わせを当てること。1着と2着の着順は問いません。ところが視聴者の皆さん、はい、皆さんすいません、はい、この番組の収録時点現段階ではなんと枠順が発表されていません。まだこれ収録の平成なんですよ。これまだ平成平成ではない。あ、願い、願い、すいません。ということで皆さんには今日は軸となる一頭を発表していただきます。なるほど。それでは軸馬答えのお書きください。どうぞ。主にこの人ってことですか。そうですね、主にこの人。いや、これそれでは一人ずつ聞いていきましょう。まずはヒデさんどうぞ。1億ポイント狙いに行ってますからね。行った。ドン。お、前走皐月賞で惜しくもサートゥルナーリアの2着に敗れたベロックス。まあサートゥルナーリアにこう完全に刺されましたけども、はい、あの悔しさを忘れていないはずですから。なるほど。まあ対策練ってくるでしょう。軸ベロックスいきます。どうですか先生、いかがですかベロックス。皐月賞2着馬からの逆転って、はい、まあ、古くは例えばアイネス夫人とかいくらでもありますからね。ましてや今年は僅差ですからもう十分考えられる、十分考えられる。さあ続いていきましょう。竹山さんお願いします。もう僕はこっちですね。サートゥルナーリアです。現在4連勝中、無敗の皐月賞馬サートゥルナーリア。まあ、無敗で皐月賞まで取ったらやっぱりこのままダービーを取らなきゃいけないって僕宿命があると思うんですよね。なるほど、宿命という言葉で、はい、ということはいろんなスポーツ界でも一番大事なスターですから、ある意味スターホースになると。そうね、もっとスターになってほしい。なるほど、分かりました。先生、竹山さんが熱いコメント出ました。いかがですか。やっぱり本当に競馬をしっかりやってらっしゃる方のコメントで、はい、もう何にも付け足すことないです、はい、なるほど。さあ続いてビギナーズラック、はい、みちょぱの答えこちら。出た、うん、日本ダービーと同じ距離同じ競馬場で行われた青葉賞、逃げ切り勝ちのリオンリオン。やっぱその3と言われたのよりもなんか、うんうん、まだ注目されてない方が勝ってイエーイって喜びたい、イエーイみたいなね。リオンリオンで勝ったお金でフランフランで買い物ねみたいな、そんな感じやな、はい、これカットしといて。まあ、なんといってもね、青葉賞を制した馬ですからね。で、青葉賞組っていうのは未だにダービーを勝ったことがないので、まあ、この馬が勝てばダービーの歴史が変わるですよね。確かにね、何が起こるかわからない。確かに時代が変わりましたから何が起こるかわからない。ふさわしいですよ、そういう。さあ最後志らく師匠お願いします。はい、私はもうダノンキングリーですね。皐月賞は3着ダノンキングリー。騎乗するのは昨年の日本ダービー惜しくも2着だった戸崎騎手。戸崎騎手がダービージョッキーになるのをこの目で見たい。うわ、これは本当に師匠の熱いメッセージ。これは戸崎ジョッキーに伝わるでしょうね。本当でサートゥルナーリアはもう10回走ったら9回は勝つと思うんですよ、はい、でもね、あのダノンキングリーがだってそんなに差はねそこまでないと思うんです。ない、なるほど。いかがですか先生、皐月賞の上位3頭これが全部外れるってことはちょっと考えにくいですね。そうですね、そんな先生の軸馬、私はダノンキングリーで。おお、林先生もダノンキングリー。その理由は
このリオン・リオンがどんなペースで逃げるのかっていうことが一つポイントなんですけれども、うん、そんなに速くならないだろうと。最後のキレで一番伸びてくるのはダノンの可能性もあるんじゃないかと、うん、今年はやはり強い馬が強い勝ち方をして、うん、この世代の頂点はやっぱりこの馬かとみんなが納得できる結果になりそうな気がしますね。なるほどね、うん、はい、さあそれでは軸となる馬も決まったところで枠順をもとに最終予想です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。三強がそれぞれいい枠を引いたんではないでしょうかね。ゲスト4人に確定した枠順をもとにした最終予想を聞いてきました。ベロックスが軸のヒデさんは6番13番、リオンリオンが軸のみちょぱさんは6番15番、サートルナーリアが軸の竹山さんは6番7番、ダノンキングリーが軸の白く師匠は7番13番、そして林先生にも最終予想を聞きました。もうこれしかないですね。馬あれば6、7、三強がそれぞれいい枠を引いたんではないでしょうかね。やはりサートルとダノンは距離損のない3枠4枠いいところに入りましたし、ベロックスは加速に時間がかかるので内で揉まれるよりは少し外めに入ったことが良かったんじゃないか。このまま三強で決まってしまうんですかね。番組出演権は誰の手に。答え合わせは日曜の日本ダービーで。お見逃しなく。この世代の頂点、あの、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。何する？馬でしょ。馬でしょ。馬でしょ。